おはようございます。ウィートラベラーです。越後湯沢からガーラ湯沢までの、たった一区間まだ乗り潰してないところがあったんで、それを乗り潰すことで、JR 東日本環状となります。今日ですね、予定ですが、やはり私自宅から新小平まで歩いて行って、武蔵野号に乗って大宮まで行きます。で、大宮から高崎まで、やはり、在来線で行って、高崎からガーライザーまで、新幹線で行きます。それは JR 日本と使います。そういった工程です。それでは行きます。新小平駅にほぼ到着しました。行きます。休日お出かけパスを買います。なぜ休日お出かけパスを選んだかというと、青春18切符を残すためと、北陸管内なら新幹線が特急券追加で乗れるためです。青春18切符は特急券追加でも新幹線でも乗れません。2720円と少々割高ですが、万が一新幹線乗車のため決断しました。現在8時34分の大宮駅に乗っていきます。使うのは休日お出かけパスです。これが乗車時間です。乗っていきます。はい、今私は新小平のホームに立ってます。もうしばらくしたら武蔵野が開きます。行ってきます。はい、行ってきます。の号に乗ってきました。あ、もう解散になってしまいましたね。はい、大宮に到着しました。はい、大宮に到着しました。それでは、乗り換えていきたいと思います。高崎の方に在来線で向かいます。高崎行き9時11分発、15両編成で、こちら8番線ですね。はい、こちらです。こちらに高崎線が来ます。これが次の乗車時間です。こちらに、ありがとうございます。今度の8番線の列車は9時11分発高崎線直通、普通高崎行きです。んでちょっと、移動しています。籠原から切り離し作業があるんで、少し、すぐに、乗り換えられるように、籠原ですぐに、次の車両に乗り換えられるように、移動しております。できるだけ、近いところで、ここが、まあ、最後の車両ではないかと思います。ここの、号車のところで切り離し作業があるかと思います。ですので、ここまで移動しました。私は高崎まで行くんで、ここで、待ってた方がいいですね。はい、次は籠原です。はい、次切り離し作業があるんで、次の駅で、別の車両に乗り換えないといけません。はい、籠原で
次の車両に乗り換えます。これは、高崎に行くんでしょうか。はい、あ、高崎に行くかもしれないですね。はい、これは川原止まりですか。川原にいますが、切れ半作業が、あるようです。はい、ですがもうちょっとグリーン車乗るのはちょっと時間がないようなんで、こういうふうに歩いております。はい、高崎に到着しました。それでは、新幹線に乗り換えていきたいと思います。はい、はい、今10時34分ぐらいですかね。私は高崎駅にいるんですけど、はい、さっき高崎線で、高崎まで着いたところです。今10時38分ぐらいですね。休日お出かけパスを使ったんですけれども、休日お出かけパスは神保原までしかこれ使えないんで、ここで、生産したいと思います。これで、出ることができました。これで、乗っていきます。はい、これで新幹線乗りますよ。はい、はい、入りました。はい、それでは乗ります。10時43分ですよ。10時49分、ガーラ伊沢、谷川83号ですね。12番の今で乗ります。これが上越新幹線の乗車時間です。はい、それでは乗っていきますよ。83号、ガーラ伊沢行き重量編成の、新幹線こちらですね。20番2席、間違いなく確認しました。はい、8号車の20番1席窓側こちらに座ります。はい、はい、さっき、高崎線の中で、予約したんですよね。高崎を出発しました。しばらく新幹線の車窓風景をご覧ください。Thank you.
今越後湯沢に到着しています。こんな感じですね。降りる人も多いですね。はい、次は川が湯沢です。これから、未知の路線に突入します。伊沢に到着しました。はい、ここは終点ですね。はい、はい、これで JR 東日本環状です。ガーラ伊沢に到着しました。この先は立ち入り禁止ですね。ちょっとこういう風な感じでしか取れないですね。はい、はい、こんな感じです。はい、とりあえずここから撮りましょう。こういう風に今乗っていた新幹線を撮っております。こんな感じです。それでは、改札の方に行っていきましょう。一回改札じゃないとダメですね。はい、今ガーラ湯沢の、ホームを歩いております。改札の方に向かっています。実を言いますとね、これ私 e チケットで乗ったんで JRE ポイントの e チケットで乗ったんで、一回改札じゃないと、また引き返すことはできません。で、すぐに引き返す、つまり越後湯沢に行く新幹線あるんですけど、それだったらもう数分しかガーラ湯沢にいられないんで一本遅らせました。ですので14時以降の、新幹線に乗って、高崎の方面に戻りたいと思います。もうすでに谷川410号東京駅がここに止まっているようですね。これがすぐ、まあ折り返す新幹線だと思いますけど、これには乗りません。次の新幹線に乗ります。11時26分東京谷川行き、これには乗りません。乗れないのはなぜかというと、私は、次の新幹線予約してないんで、ちょっと、乗れないんですね。はい、それでは、JRE ポイント将棋のこのモバイル e チケットで改札を出ていきます。はい、改札を無事通過することができました。ガーラ湯沢の駅の構内はこんな感じです。はい、好きに聞く人たちで多いですね。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価お願いします。